なんかさっきのね、あのデータって、あんまりなんか中身がない、ふわふわした、ふわふわした復習ばっかりでしたね。なんか中身がないというか、こういうことばっかりしてるから、この授業は進まないのかな、なかなか。で、まああのね、あの、えー、先週の多分最後でやってると思うんですけど、デリダをもう一回振り返ろうって言ってね。 で、脱構築とかね、三種っていうものについてね、ちょっとあの、下手くそながら説明しましたけれども、えー、なんでね、あの、現代の哲学者がああいうことを考え出したかっていうと、こういうね、あの、本質規定が我々を絡め取ってるっていう状況に対して意を唱えるっていう、そういう必然性があって生まれたんですね。で、まあ、あの、まあ、知とかね、 あるいは、まあ、信仰心とかね。まあ、知恵や信仰心が私たちをこう、押さえつけて苦しめているかもしれないし、誰かを差別する源になってるかもしれないっていう。そうなると、まあね、あの、現代の哲学者は、じゃあ、それを何とかね、あの、まあ、ずらしたり、ぼやかしたりしてみようじゃないのっていう戦いを挑んだっていうわけですよね。 で、まあ、そう考えると、あの、まあ、西洋のね、スーパー知識人たちね。彼らはね、まあ、基礎教養として哲学の歴史なんて叩き込まれてますから、まあ、彼らが西洋哲学の伝統を守っても来たし、同時にね、あの、それに対して戦いも挑んでるってわけで、なかなか複雑な関係ですよね。で、その複雑な関係をやってるんだ、俺たちは。っていう自負心があったでしょうね。ヨーロッパの知識人たちは。まあ、そうなるとね、そういう、あの、 知恵とかそういうものと、知恵の伝統みたいなものとね、そういう複雑な関係を取り結んで、守りもしたし戦っても来たって人間がね、まあやっぱ東洋にやってきた時、東洋に哲学はないからとかってね、まあ言っちゃうの、まあ気持ちもわかんなくもないけれども、まあ東洋人だって東洋人でね、あの、知恵とかね、あの思想に対して、まああの、時には受け継いだし、時、時には受け継いで守ったし、時にはね、あの、葛藤もしたよっていうに、こっちは、 こっちでいろいろ複雑なことがあんだぞとは思いますけどもね。で、まあ、あの、で、先週もね、終わりの方言いましたけど、だから現代哲学っていうのはアンチ哲学なんですよね、実は。現代哲学は反哲学っていう。で、あの、めちゃくちゃ大事な言葉ですって言った、あの、ロゴスって言葉、皆さん覚えてますかねおそらくヘラクレイトスのところで出てくるんですけど、まあ、基本的にはあの、言葉とか尺度とか、心理とか、大変広い意味があるけど、まあまあ、心理と、 真理という意味で使っていいだろうって言葉ですけどね、ロゴスは。で、あの、まあ、現代の哲学者たちは、まあ、何に対して戦いを挑んだかっていうと、その、ロゴス中心主義って言うんですけどね、彼らは。その、ロゴス中心主義っていうものに対して、まあ、戦いを挑んだよっていうところなんですけどね。まあ、ちょっとあの、あの、みんな退屈かもしれないので、一気にちょっと現代人の視点を入れてみましたっていう、それだけなんですけれども。で、まあ、あの、紹介したね、あの、三種とかね、 ああいうねあの姿勢にちょっと近いかもしれない全然哲学と関係ないけどって思うことがねいくつかあってね、まあ、こういう余計な話しちゃうとまた授業が停滞しちゃうんだけどあのグレ a トフルデッドっていうバンドがいましてね な、何が好きだったかな私は。グレートフルデッドね、ちょっとしか聞いてないけど、なんか好きな曲ありましたけどね。アメリカのバンドなんですけどね。まあ、哲学も何も関係ないんですけど。まあ、若い皆さん知らないでしょうけどね。あの、音楽の世界に海賊版って言葉があるんですよ。海賊版。ブートレッグって言うんですけど、英語でね。これ何かっていうと、あの、ライブやるときにファンが勝手に録音しちゃった違法な音源のことなんですよ。で、それをもう CD とかレコードにして発売しちゃうわけですよね。まあ、昔だったらカセットテープが多かったでしょうけれども。 ファンの、ね、勝手に録音した犯罪的な音源である海賊版ってあるんですけどグレートフルデッドってねあの本当に変わったバンドでね、まあ、あの独特のこうスタンスみたいなものを持ってる人たちでもうライブやるたびにあの海賊版 録音しやすいようにっていうスペースが用意されてるくらいなんですよ。海賊版作りたい人たちはここでね、あの、録音していいよっていう、海賊版用スペースがあるっていうね。で、みんな録音して、で、それがね、あの、まあそういうことになったら、まああの、大っぴらに何人も録音して、一つのライブに対してね、いくつもね、ライブ版が出来上がりますよね。 あの、本人たちがもうあの、半ば許可してる。で、その分散するわけですよね。グレイトフルデッド本体から離れて分散していくっていう。なんかそれって、まあ、三種みたいだよなっていう気がしますよね。現代思想っぽいぜって。まあ、グレイトフルデッドがなぜそういうことをやるかっていうと、あの人たちヒッピー文化の出身なんですよね。ヒッピーってね、反体制的な人たちですからね。まあ、ちなみにスティーブ・ジョブズとかもヒッピー文化の出身でね、あの、アップルの。 アップルのあの、多分会社としてのモットーかな。最初の頃のモットーが、海軍に入るよりも海賊であれっていうね。まあまさに海賊って言葉で <laughs> ね、あの、連想しちゃいますけれども。それもヒッピー文化だったからなんですけれどもね。でまあ、そうね。まあちなみに日本の海賊版文化ってすごくて、昔西新宿の方かな。海賊版屋さんっていうのがね、結構たくさんあって。でね、そこにね、驚くことにね、あの、 すっごいスーパースターが来てたりするんですよね、たまに。もう世界的スーパースターがその、日本のブートレッグ屋さん、有名なブートレッグ屋さんとかに来てたりして、俺の探しに来たんだとかってね、言ってんですよね。<laughs> なんで、なんで、世界的、 な、有名人がここにいたの。ジミー・ページがここにい,いとかっていうこともあるんですよ。実際そこでジミー・ページに会ったっていう人とかいますからね。あの、私の先生の奥さん、ジミー・ページの大ファンでね、そこでね、ページにね、あの、あの、ハグしてもらったとかって自慢してましたけれどもね。まあ他もう一つくだんない例を出すとね、あの、えー、まあ、キャプテン・翼っていうね、あの、漫画がありましてね。あれ、まああの、キャプテン・翼ってね、翼くんが15、6歳ぐらいの頃でね、まああの、 世界大会に出て、それをクライマックスとして最終回なんですけれども、まあサッカー漫画ですよね。まあ今の人から見るとね、あの、うーんって感じのサッカー漫画かもしれないけども、本当に日本には絶大な影響を与えたんですよ。あれでサッカー人口が増えたってぐらいで。まああの、バトルもの主人公がね、あの、必殺技出し合うみたいな感じで、翼くんたちサッカーやってるっていうかもう必殺シュートの打ち合いで、もうゴールキーパーを吹っ飛ばしたりしてるっていう、そういうとんでもサッカー漫画なんですけれども、 まあ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 大人気のうちに終わったんですけれどもその後ねあのその後 最終回のその後っていうのはね、あの、ファミコンのね、当時のファミコンのゲームで描かれて、キャプテン翼のゲームが出てね、え、キャプテン翼1は原作通りなんだけど、2はもう原作の後日談でね、えー、3はね、スーパーファミコンっていう機種を変えて出ましたけれども、その、キャプテンツ2、3ってそのゲームのストーリーがもうめちゃくちゃいいと。で、ファンたちはもうゲームが本物だからって言ってね。で、その後やっぱりね、あの、出版社もね、あの、作者もお金、 稼がなきゃいけないから、キャプテン翼の続編を書いたんですよ。で、そうなるとね、あのゲームの方と矛盾してくるわけですよ。ところがねあの、原作よりもゲームの方が出来がいいってファンたちは判断したんですよね。こっちのゲームこそがほん本当の翼くんたちの歴史だって言ってね。まあ,あの、漫画の方、だから作者本人が書いてるんですよ。原作者本人が書いてるのに。 あれは作者が書いた同人誌とかって言われて作者が書いた同人誌ってね矛盾してますよね原作者が書いた同人誌って丸い三角くらい矛盾してますけれどもねまあねなんかそうやって偽物と本物がねあの逆転していく感じもねキャプテン翼の歴史もちょっとあの現代指導っぽいとかってちょっとこれは無理やりかなって自分で喋って今思いましたけれどもねでねあとまあデリラの他にもねあのフランス現代指導ってとにかく難しいんですよ まあ、あの、予言の方で扱っているのはジャック・ラカンという人でね、精神分析家っていう肩書きでね、哲学者じゃなくて精神分析をする人でね、それ心理学じゃないのと思うかもしれないですけども、いやいや、精神分析って現代哲学なんですよ。ラカンに関しては少なくとも。ラカンももう本当にめちゃくちゃ難しいことしか言わないんですよね。で、フランス語でね、まあ、フランス人だから本出しますわな。フランス語で本出したら、次はフランス語で書いてねって言われちゃうくらいなんですよね。もう何書いてあるかフランス人もわからないっていう。 それくらいわかんないっていうねもう呪文のようなことしか言わないっていうね宇宙人が宇宙語で喋ってんのかっていうぐらいでもね羅漢が難しく語るのはちょっとやっぱ意味があるらしくってあの聞いてる人にね、まあ、正しい1個の答えっていうのがあるとは思ってほしくないって,って、まあ、現代文とは違うぞってことですよね現代文ってそうじゃないですか。 まああの、我々がやらされてきた国語の問題とか正しい答えが一個だけあって、それに到達した人だけが偉いってことだけども、そうじゃなくても、精神分析の理論、まあ、羅漢派っていうものがあるとしても、そうじゃなくて、あの、みんなにそれぞれの精神分析、一人一人の精神分析を作ってほしいって思いがどうもあったみたいでね。まあだからね、もう本当に、あまりにも難しいから、どうとでも、 引用できてしまう理論とかって言われたりもするんですけれどもね。まあこれもね、現代思想の、うん、まあ一つのね、難しさの理由なのかなとは言われてますね。まあ、プラトンの授業なのに余計なことばっか言ってますね。この辺で切りましょうか。